さあ始まりました。始まりました。クラブ直樹、はい、ニコナイトの時間がやってまいりました。やったー。待ちくたびれましたね。いや久しぶり。久しぶりじゃないですかね、この組み合わせ。出させてもらうんですごい嬉しいです。はい、来たー。パチ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 。みんな待ってますよ。今日はね、はい、直樹さんではなく、はい、僕とさつきと、後からちょっと。メンバーも入れ替えていくんで、はい、お楽しみにしておいてください。はい、1時間お付き合いよろしくお願いします。お願いします。オープニングいきますか。オープニングタイミングどうだっけ。オープニングのタイミングは今す今いこう。はい、いきます。どうぞどうぞ。さあ、CM 開けました。はい、行きますか。乾杯を。乾杯しましょうか。乾杯行きましょう、シェイさん。今、はい、5月11日ですね。5月11日。はい、5月6日、さつきんバースデーイベント終わったんで、はい、イベントでした、ありがとうございました。まあね、リスナーさんの方は今初めての、ね、会話だと思うんで、まあ、そうですね。お祝いを込めて、はい、頑張りましょう。あと祝いですか。ありがとうございます。いただきます。ハッピーバースデー。バイ。そうなんだよね。はい、直樹さんの、何時頃だ。さっき6時。6時前ぐらいですね。ね、はい、ツイキャスで、はい、そのイッサさんのスミレのとこ行ってて、その時にちょっとバースデーのこと言ってたよね、さつきの、はい、まあ聞いた人はまあ、裏事情、うん、当日どんな様子で、うんうん、まあ、結果が、まあ、どんな感じだったのか、まあ、分かったんじゃないでしょうか。ここでは明かせない。はい、ここでは明かせないです。あのツイキャスを見た人だけが、分かります。はい、直樹さん面白そうに話してたよ。いや、まあ、キャッキャキャッキャしてましたね。ね、相当盛り上がったんじゃないでしょうか。バースデーイベント、さつきもコメしてたからね。はい、僕もしました。俺見てて面白かった。右イケメン。あ、でも直樹さんのキャス見てくれてる人いっぱいいるね。はい、さつき垢抜けてかっこよくなった。ありがとうございます。やっぱ変わったね、22歳になると。ただニキビがめっちゃ目立つっすね。もう吹き出物ですか。でもね、はい、ここでしょ、口の周り。俺もね、なるのよ。もう恥ずかしいっすね、赤ニキビが。で、僕調べたんすよ。僕占い好きで、サツキメディア、思え思われ振り振られみたいなあるじゃないですか。ニキビの位置でなんか、なんか意味があるみたいな。あ、あんので、口の周りじゃないですか。口の周りニキビ、意味調べたっす。セックス運の低下。セックス運の低下ってことは、はい、セックスレスってこと。セックスレスかどうかは分かんないですけど、セックス運がとにかく低下してると。え、マジかと思ってそれ調べて、で、今日起きたらもう一個できてましたね。どこに。逆側に。それまだちっちゃいんですけど、両サイドで。はい。あ、でも俺もなるからな、ここ、はい、鼻の下。いや、なんかまあほうれん草とかビタミンちゃんと取れますね。うんうん。はい、オイラン。はい、オイラン来ました。本当に幸せな一日で、もう映像から何から本当にありがとうございました。本当にかっこよかったね、オイラン。来たことないから。はい、ね、檜山新一も来月バースデーイベントやりますけど、もう日付は決まったんですよね。6月20日。6月20日はうちの取締役檜山新一バースデーイベント。はい、よろしくお願いします。僕もさつきと同じ、はい、お酒の、はい、なんていうんだろう、その強さ、強さ、弱さ、もう全く一緒っすよね。全く一緒なのよ、はい、僕潰れてるときは新さん生きてて、新さん潰れてるときは大体僕生きてますからね。そう、はい、で、さつきを見てて、はい、俺ずっとね、はい、思ってたのよ。思ってたっすか。ああ、来月俺だなと思って、さつき頑張ってるなって。もうバースデー明け、すんごいもう緊張してるっすよね、正直。よく頑張ったと思う。はい、すごい飲んでた、さつき。新さん何歳になるんですか。
25。誕生日は今月の28日。あれその日なんかあれっすよね、休みっすよね。そうなんだよね休みなんすよね、お店休みなんだよ。はい、はい、どうします、寂しい、いやなしでいいっすか、サプライズとかプレゼントとか。え、なしで、なしの方向で大丈夫ですかね。どうせあるんでしょ。はい、どうせあるんでしょ、だって前の日27日営業でさ、いやもう間に合わねえっす、12時回ったら、はい、おめでとうでさ、はい、ナイスプレゼントって、なんもないっす。あるんでしょどうせ。サプライズですか。いや靴あげようかなと思ったんですけど、うん、なんかそのもう夏だからブーツはなみたいな言ってたんで、なんかさつきはブーツ買いますよって言ったけど、靴は履かないな。なしでなんかその大丈夫ですか、さつきが俺に買ってあげたいっていうのを断られたからもう怒ってなしにした。もうなしっす、色紙もなし色紙はちょっと欲しいよ、うん、そう、去年僕潰れちゃったんですよね、前のお店ファンタジーの時が地下2階のお店で、まあ、頑張ってお客さん送り出ししたんだけども、途中の階段で倒れたらしくてはい、誰だ、ゆうきさんとかに担がれてトイレで閉じ込められたという、はい、今年はちゃんとね、皆さんに挨拶して帰りたいなと。あれですね、サツキアップでかっこいい一言どうぞがちょっと3回ぐらい、うんうん、来てるんで、おーおーおー言いましょうか、サービスしますね。大丈夫、アップしたら、はい、ここ出てくるよ。あ、それ込みなんじゃないですかね。ただお、いいいいいいですね、こっちですよね。いきます、ちょっとあれください、サンサン的なサツキくんの、アップでとてつもなくかっこいい一言まで、さんさん、にに、いちいち、俺のニキビ、消しに来ない。オッケーっす。くーってなってるっす。いや、それより、それより、はい、そんなことより、はい、しんいちさん、なんで顔がイケメンなの、はい、スタイル抜群だし、はい、もう俺こっち道だよね。はい、すごい嬉しい。もうそっちの話しましょう。なんでイケメンなのって、はい、わかんないよね。はい、さつきもでもかっこいいとかさ、もう書かれてるね。結構言われるっすよね。なんかいいね、みんななんか褒めてくれる。はい、今日はなんかみんな全体的に優しいっすね。優しいからね、はい、もろ一重、もろ二重や。一重二点だな、一点や潰してやろうか、怖い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 誰誰怖い怖い怖いシェラコートリルが効くよ。これ銀さんじゃないですかね、もしかしたら。シェラコートリルを銀さんは押してたんですよ、うちの代表は。身長ホモじゃないよなんでホモなの。そういう説が出てるんですか。しんちゃん体育会系、まあでも水泳やってたから体育会系ですかね。高校坊主だったし、はい、そうだね、5月、はい、6月6日、はい、クラブの秋、その学生イベントあるじゃん。はい、学園祭っすね。ね、はい、その昔の学生時代のさ、みんなの授業の写真って話してたじゃん。公開とかあるっすね。俺高校生坊主なのよ、はい、卒アルも、はい、で水泳でさ外で泳いだからさ、はい、ゴーグル焼けしててさパンダみたいなそので、しかもめっちゃ坊主なんすよね。そう、めっちゃ坊主、はい、でつむじが俺前にもあるから、はい、変な坊主、変な坊主。その写真はさ、ちょっと見せれねえっすか。いや、別に見せてもいいんだけどね、はい、面白いし。いや、見せないかな。新津さん、外人みたいなスタッフ誰、どういうこと、外人みたいなスタッフ、外人、マー君、まさかな、黒い人かな。マー君のことですかね。まあ、まあ、パッと見、まあ、日本人ではないですよね。バトラー、ね、自称バトラーって言ってるマー君ですね。マサ、はい、よくインスタ写真載っけたりとかしてる、しん、はい、さん、来てますよ。はい、しんちゃんアップで、かっこいい一言の、挽回をしてくれと。あ、しないんじゃないか。あ、大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。
いや、まあいいじゃないですか、今日は。ちょっとさ、顔が赤いです。赤くなるんだね。声がどんどん小さくなってってるっすね。新さんのかっこいい一言まで3322119。俺がなんてイケメン？当たり前だろ。大丈夫ですか？大丈夫ですか？今ので BGM 止めなくてよかったな。はい、危なかったっすね今。まあでも挽回したんすかね。いい感じなんじゃないですかね。俺ほんとダメだな、はい、こういうの。いや、今回のあのニコナイトのテーマは、うん、僕決めたんですけど、うん、新一さんとせっかく二人きりなんで、新一さんの新しい部分をじゃんじゃん出していきたいなと思って。あ、大丈夫大丈夫、はい、大丈夫大丈夫。そのいつもあの、まあ、かっこよくて、まあ、スマートな新一さんのイメージがあるわけじゃないですか。そういうのをやっぱ壊していきたいんで、あともう3回ぐらいはアップになりますね今日。いや、大丈夫大丈夫大丈夫ね、大丈夫ですか？全然大丈夫。大丈夫ですか？うん、発作が、うん、発作起きますか？俺、痙攣起こしたからさまた。え、痙攣いつ起こしたんでしたっけ？いつだっけ、はい、先月かな。はい、あれ知らないかな。はい、言ってないよね。この話多分まだしてないんじゃないですかね。うん、僕、はい、その痙攣起こしたんですよ。はい、ぶっ倒れて、はい、お店終わって、はい、別にお酒は入ってたけどもベロベロもないし、はい、でも俺記憶ないからさ、はい、分かんねえんだよ、そのいつ倒れたとか何が起きたとか。気づいたらなんかみんなさ、俺寝てて、はい、みんなここに囲まれてて、はい、えっ、痙攣してた姿ってさ実際キモいじゃん、はい、みんなに見られてたじゃん後輩みんなに、はい、で、まさかさ、はいはい、俺を担いでくれたじゃん。はい、恥ずかしいよね、はい、で、最近キャスで流行ってる電気ショックのビリビリで起こされたんですよね。いや、あれはね電気ショック。俺はその時に、はい、マジで嫌だったから、はい、起き上がったよねやめてくれって直樹さんに多分俺ちょっと反抗したんじゃないかなマジで無理って。まあただすごい僕らは助かったんですけどね。そう、はい、あ、そうなんだ。なんか転換かもしれないってなんか言われてて、はい、で初めてのことだったからいろいろ調べたんだけどもよくわからないんだ。健康診断はやっぱ大切ですね。そうだね。みんなもちゃんとチェックしてますか？その時あれでしょ、直樹さんの話してる時に起きたんでしょ、はい。調べたら、はい、転換割と結構真面目に怒られてた時っす。そうに急にパタって倒れられたんで調べたのよ、転換で、はい、その原因、はい、原因、はい。で、大体当てはまるのが、はい、そう、症状とかで見てて上半身の痙攣とかの部分だったから、はい、精神状態そうなんですよね。精神的なストレスでなったみたいな感じだったのね。はい、もう話が長い長い、直樹さんがもう精神もう行かれてきてそれで参っての言うだったんですか？もうこう立ってたから、はい、もう何人かいたじゃん、さつきと、はい、なんか、みんな話長いの気づいてるよねと思ってあれ、みんなの、行かないの行かないのそろそろ行っとくかみたいなのあったんですか？俺目で訴えたの、みんなでえ、俺ら行かないの行かないのって、はい、じゃあ俺が行くわって言ってブルーなんですかただ、本気で心配したっすけどね、僕は泣きそうになったっす。そんなん冗談だけどさ、はい、はい、ちゃんと病院行きましたよね。僕付き添うんで。あ、それ俺記憶ないから、はい、その見てた人が証明、はい、証言してくれないとさ分かんないから、はい、医者も、はい、さっき一緒に行こう。あ、僕行きますよ。もうないといいけどな。さっきはそういうのないもんな。ただもうお酒ベロベロで、はい、もうぶっ倒れてるね、寝てるだけだもんな。そうっすね。ちゃんと起きるもんな。はい、でもさつきはその時優しかったな。どうやって帰ったんだっけ？普通に帰ったか。そうっすね。でストレス発散って何する？ストレス発散ですか？うん、僕はやっぱ食べることっすね。めっちゃ食べること。食べるね。はい、
でもあれじゃん、油そばのさチャレンジ失敗、油そばダブル4杯、うん、30分以内完食で1万円をチャレンジしたんですけど、まあ1杯半で無理だったっすね結構なんか自信あったけどさ、食えるわけねえっすね、あれは。あれなんか俺ちょっとこってこってで1杯がちょっと苦手だな、はい、油そばは苦手だなさつき、今日シャンパン入れに行ってもいい？タワーしよう。今から組みます。タワー組みます。そういうの欲しいね。手積みで、手積みで行くんで、うん、ありがとうございます絶対来てねはい、うん、大丈夫ですよ、今日は組みますね。実際もうさつきバースデーイベントがさ、はい、あったようでなかったようなもんじゃん。どういうことですかあったけど、ちゃんとありましたよ。ちゃんとあったっけ。はい、もうちゃんと夢のような幸せな一日だったんで。ただオイラン来てただけじゃなく、うん、ただオイラン来てただけではないです。そっかそっか、はい、本当に感謝の気持ちでいっぱいですね。なんで食べても太らない。なんで食べても太らない。さつきスタイルいいじゃん、はい、身長高いし。僕は完全にイカ水ですね。うんうん、お腹出る。はい、出てるもんね、お腹。トイレの回数が尋常じゃないですね。そ、あのねサツキお腹出てるのよ。はい、でスタイルいいって言われてるのが、はい、ちょっと俺悔しいの。やっぱ身長高いし、はい、やっぱ短髪だし、ちょっと生かされてるじゃん、その 顔、はい、顔立ちもいいし、はい、なんでそれいいって言われ続けてるのかなって。あ、お腹は結構服でごまかせてるんで、うん、その分じゃないですかね。でそれでさ、自分はさ、そのお前のこ、はい、お腹のことちょっと隠したりさ、はい、スタイルいいんですよみたいなはい、そのまま言っちゃうじゃん。はい、俺もう怖いと思うけど。はい、でもそんなしんちゃんに、うん、嬉しいお知らせがあります。はい、しんちゃん、ルイ入れに行ってもいい。あっ、絶対来てねおいついつ、いつか言ってよこれ、お準備しとくから。ルイ、ルイ入れてもらったことないじゃんな俺。あ、でも身長褒めてくれるな。僕身長172です。超普通の身長じゃないですか。さつきが 80? 僕180ジャストです。80ジャスト、はい、ってことは79か80あるの80ジャストです、本当にあるっす。80.5 です。今日です、ルイは今日。あ、え、さつきのタワーが今日でしょ。はい、バチッとあるっすね。でも俺のルイも今日でしょ。はい、どっちが目立つ。いやー、まあ、タワーはもうでかいし、はい、見栄えもあるから、はい、あるけど、はい、ルイってパンチあるじゃん、ドカーンって、はい、いや今日もうイベントっすね。そうだね、はい、まあ、毎日がイベントなんで。もう合同イベントだね、さっき俺の、はい、オレンジジュースは欲しい。オレンジジュース入れに行くって。オレンジジュース入れてくださいよ、はい、絶対だよ絶対来てよ。オレンジジュース美味しいですからね。美味しい美味しい。あのポンジュースとかがいいですね。ポンジュース、ポンジュース美味しいじゃないですか。和歌山県の 名産品なんですね。愛媛は、愛媛でした、間違えましたしんち仕方するな。どれだろう今日。でもコメント多いんじゃないですかね、いつもより。ペースいい方ですか。あ、あんまりしかも、うん、もう今日入れに行くねとか、はい、もうすごいお客さんばかりだね今日もすごいですね、コメントのね、はい、なんか書いてることもすごいよ今日。はい、レッドブル、あ、レッドブルも絶対来てよ。レッドブルオッカー好きですもんね、しんさん。で、ナフさんレッドブルソーダ。はい、締め料は3000です。そうですね、うん。あ、さっきコメントであったんですけど、あの直樹さんのキャス僕最後まで見なかったんですけど、うんうん、あの来週イッサさんがニコナイトで出るみたいのを告知してって言ってたよってコメント来たんですけど、あ、今 それは本当なんですかね。あ、もう書いてあった。はい、でそれを告知してって言ってたよってさっきコメントが来たんですけど、だとしたら来週はすごい回になりそうですね。そうだね、はい、僕らがちょっとお邪魔する週じゃないから見たいね。そうっすね、もう録画もんっすね。
ってその、はい、ツイキャスとかそのインスタとかでも ISSA さんのツーショット久しぶりだねとかコメントあったから。そうですね、楽しみだね、久しぶりだ、はい、楽しみです。初回って時間制限、初回、まあ指名じゃなく初回フリーですと、60分ですね。はい、新しいキャスト、まあ僕は北海道なんで、僕と同じ北海道出身が2人増えたっていうのですかね。はい、めぐるくんとかける、かけるくん、はい、2人ともあの個性はめっちゃ強いですね。強いね、はい、同じような名前だし、ぜひあの会いに来てほしいですね、うん。初回指名でルイ入れても大丈夫ですか？いいんですよ、はい、本当に？もう絶対来てよね。2本ぐらい用意しとかないとダメですね。絶対来て、これ同じ人、はい、違う人？分かんないです、まあ、ただなんとなくですけど、あのたわしに行っていいって僕に言った人と同じ人な気がしますダブル指名ってこと？はい、ダブル指名なんですかね愛されてますね、うん。まあ、60分5000円って高くない？まあ、9時21時を超えますと5000円になるんですけど、はい、ニコナイト見ましたで、ね、いいんですか？3000円新さんのおおりでいいんですか？ニコナイト見ましたで、ね、3000円でいいんじゃないですか？ニコナイト見ましたで、ね、ただしその入り口で、はい、初っ端、はい、後からお会計の時に、はい、ニコナイト見たんですけどと言われてもそれはダメですよ、はい、この人見たんですってもう入り口で言ってから、はい、なんか前回もあの新一さんと2人で出させてもらった時にあの T シャツあげるみたいなくだりあったじゃないですか、うん、あれ誰からも言われないで終わったっすもんね。俺あげたよ。あ、あげたっすか？もう1枚あげたよ。あ、本当ですか？ハン君、ランマルのコメントも結構こうやってコメント見てると従業員がそれぞれめっちゃなんかラブコールは絶対何個かあるっすね。もののけ姫呼んでとか、パンくんパンくんとか、そういうの嬉しいっすね。で、なんか従業員みんなを知ってくれて、はい、ホストクラブって初めてでも楽しめますか？もちろんです。でもお酒飲めない人でも来てくれてますから、すごいなんか嬉しいっすね、はい、お酒を飲みに来るっていう、はい、じゃなくてその僕らに会いに来てくれたりとか、あの鋭いコメントが来ました。はい、サツキは幹部ですか？ギリギリです。どこ？ギリギリですね。ギリギリですね。はい、サツキは幹部。はい、まあ、幹部だからそのバースイベントね、はい、組ませてもらって。そうですね。はい、さっちゃんの場合で同業来たの？はい、来たよね。サツキネオなんとかってサイトでランキング入ってたんです。そうなんですよ。そうだそうだ、ネオスナップっていうやつがあって、ホソスじゃないですね、うん、Y プラスのネオホスとスナップを掛け合わせた、そうそう、ネオスナップってサイトで撮影してきたんですけど、あれだ、そのウィークリーと、はい、あーデイリーか、デイリー、ウィークリー、マンスリー、その3つがあって、はい、1ヶ月通してそのサイトで一番クリックするとグラビアに乗れるらしいんですよ、うん。で、今、ウィークリー1位取ったんですよ。デイリーは？デイリー1位は、全然他の人です。あ、そうなんだ。デイリー1位取ったのは、2日ぐらい取りました。おうおう。で、そっからまくられて、でもまあ、今、ウィークリーでギリ入ってるんですけど。ウィークリートップなら、はい、あんじゃん、可能性あります。なんで、いつまでなんそれ？いつまで？今月ですね。今月いっぱい、5月いっぱい。もう皆さん、はい、クリックよろしくお願いします。してほしいね。代表と、マー君と新一さんもっすよね。うん、新一さん、リオさん、リオさん、ランマル、ランマル、かける、マヨさん、あ、だけ、かける、ほとんどの従業員が取りに行ったんですけど、うん、よかったらクラブナウキのページを見てほしいですね。あれ何人いるんだろう。めっちゃいたよね。めっちゃ人は多いっすね。1ページに、はい、20人ぐらい、1ページに、はい、それがもう10ぐらいだったっけ。はい、直樹指名いくら？直樹さんも指名料は一律3000なんですけど、はい、そのメインフロア、ビップルーム、ロイヤルビップルーム、まあ、その席によっては値段は変わりますっていう、はい、そうですね。みんなクリックしたらありがとうございます。マヨネーズ来ないのか。やっぱマヨさんラブコールが結構やっぱ一番多いっすね。ね、はい、
限界マヨさんっていうコメントが僕はグサッときましたね。質問、はい、シャンパンいくら？物によります。まあそうなんだね。どういうシャンパンが好きなのかな。甘いやつとか、はい、ああソムリエは教えてくれるんですか。ソムリエ、いやソムリエって言うたって俺ら、はい、もうシャンパン飲んだらベロベロやベロベロっすけど、ソムリエやっぱソムリエはやっぱ味は分かるわけじゃないですか。ソムリエでベロベロになるわ。ソムリエのおすすめのやっぱシャンパンとかあるんですか。いやいや、その甘いの風味付けだったらさ、はい、そのカフェパとかあるんだけども、はい、シャンパンコールがさ、はい、スタートするシャンパンってあるじゃん。はい、教えてあげてよ。それはブーブー白からになります。甘いよね。どっちも微妙な顔しよんな。新築やっぱ鋭いんすよね、みんな。今日でも楽しい。はい、新築飲みたいシャンパン。はい、ソムリエのやっぱおすすめはクルックの白。何ですか。クルックの白。何ですか。クルックの白。萌え萌え、うん、萌えあんまり飲まないかな。新さん、ベルエポックって言ってほしいです。え、ベルエポックって言ってほしいです。ベルエポック別に言えるわ。あのね、きっと家業とラ業の重なりが俺ちょっと苦手だから、はい、ゴールデンウィークはお仕事でしたよ。はい、いいですか。ルイでタワーしてくれるんですか。はい、絶対してよね。でもいくらになるんだろうね。ルイでタワーっていうか、その、はい、タワー、うん、まあそれは要相談で。あのクルックを新さんが言ったらクルックになったっすね。クルック、それいくらってコメント来てます。クルックって何ですか。新さん、鳥ですか。クルックは鳥っすよね、絶対。クルックはそれ、はい、ペットショップだと。クルックいくらっすか。8万ぐらいで。8万ぐらいの鳩、うん、それ置いてるんすか。クラブ直樹は置いてないよ、はい、あ、そのなんか下ろしていただけるなら飾ろうか。鳩ボトル。新さん、ララリルレロ、ラリルレロ、ララララリルレロ、ラギルレロ。ギリっすね。ラ行ダメなんすね。なんでどうしたの急に。いやちょっとラ行があって、ラリルレロって言ってみてって。そう、クリックです。クルグか。クルグっすね。クルックではありません。クルックは置いてありません。初回で3万円のシャンパン入れれますか。ちょっと足らないですね。うん、シャンコ普通に聞けます。やらせてもらってます。はい、シャンパン関係多いですね。クルッポ、何それ言い方。クルッポ言い方が全部書いてある、書いてあるんですよ。クルッポ言い方がハトでしょ。クルッポは置いてあります。クルッポ置いてないよ。クルッポは置いてないですか。新しいお酒作っちゃえ。なんかオリジナルカクテル的なの作ったら面白そうですね。なんかそのさ、面白いのがさ、はい、従業員一人一人のさ、オリジナルカクテルとかあれば面白いよね。サツキカクテルとか、サツキスペシャル的な。あ、そう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 。それでさ、なんか、はい、誰のオリジナルカクテルが一番オーダーが多いとかさ、はい、人気ドリンク、そんな面白い。あ、いいっすね。新さんだったらどんなドリンク作りたいですか。甘いのかな。でレッドブルーばっかじゃなくて、レッドブルーちょっと使って、はい、なんかやりたいね。レッドブルーに何入れます。酒入れたら死んじゃうじゃないですか。まあ、この前さ、レッドブルーばっか頼んだらさ、はい、レッドブルーテキーラなっててさ、はい、死ぬかと思ったよね。なんか酒の話ばっか僕らはしてますけど、あの酒飲めねえじゃないですか。俺を酔わせどうするんだって思ったけど、はい。これ以上言わせてどうするんだって。サツキ手打てって。あー、かわいい。シャンパンコール聞きたい。シャンパンコール今あれか、リオさんとラバルがね、はい、マイク持って、はい、でも2人ともいい声だからな。そうっすね、マイク持つとマジかっこいいよね。はい、かっこいいっす。リオさんの声かっこいい。ぜひ、うん、お願いします。ちなみに、
CM 行きましょうか。はい、とりあえず CM 行きます。The largest program on YouTube in history. Which is it? ボーバスト。計画に乗ると不可能だろ。楽勝だろ。限りなし。その通り。揃った。はい、シーム開けたいんですけど、まあ、30分ちょっと経ったところで、はい、ちょっとさつきバトンタッチをちょっとしたいと思います、うん、僕はあの戻ります。さつきくんがお店に戻って、はい、で新しい、はい、早いですね余韻がごそぞまでした。パッパッパッってやっぱり今展開早くしてないです、はい、パッパッパッって乗り遅れるか時代並み、はい、なんかついてる。ありがとうございます、ニキビスありがとうございますおしゃれやはい、水産紹介はダメですよもう知ってますからね、みんな。はい、おはようございます。おなじみの桜庭真弥さんです。ないです、ちょっとあのあ、さつきの後のグラスやだなあ、すいませんな。はい、おはようございます。今日どんなお話したの、みんな。今日はさつきのバースイベントとか、なんかそのコメントで、うん、結構今日いい方たちで、シャンパンとか指名のいくらとか、シャンパンいくらですかとか、今日類入れますねとか、今日シャンパンタワーしますよ。何マジ、ただいいお客様ばっかりです。リアルな話をしてじゃないわ本当にもうそっか、髪伸びてきたね。そうなんですよ、僕髪伸びてきたんですよ今日ね。ちょっとむくねてパンパンだから、ちょっとね、あのどうしようかなと思ったんだけど、やっぱ男は顔より、あのやっぱこっちかな。一緒ですね。一緒？寝室と？改めて乾杯したい。いただきます。よし。もうマヤさん待っちゃうっすよ、リスナーさんが。本当に？だかなまなかなって。なんか、まあそれあれだよね。嘘でも本当でも言われるとちょっとあれやね。嬉しいもんね。お、本当ですよ。ちょっ、なんやって。まあちょっとさ、キキキに今言い過ぎやろ。ちょっとこれも面倒並みの悪口やって、マジでびっくりするわ。いや、キキキリンさんが悪いとかじゃないんだけど、いやでも似てるわ、嬉しくないやろ俺。初めてじゃないですか。えちょっとネタでちょっと茶化しますよねでも面白い、そっか。しんちゃん前髪上げてみちゃったよ。前髪僕上げたら吹けるんですよね。前髪下ろしてちょっと可愛くやってるんで、うん、今日はあと誰が来ます？え？今日はリオは？さっきおったよ。それではもう一人、うん、先ほどちょっと話してましたけど。本当ですか？クラブ直樹のリオさんです。こんばんは、ありがとうございます。あれ今日赤シャツ、赤シャツで、いや、しんちゃんが青だったからチラッと見えたからねわざわざ今日は対抗しようかなと。おー、はい、ありがとうございます。いや、今日さ、寒くないのって来たけどね、いや、ぶっちゃけクソ寒いよね。寒い、風が強いですね。昼間あったかかったからさ。あったかかったですね、うん、あマジ油断したわ、本当に。台風がもう近づいているからね。あ、そうなの。明日はもう関西、西日本はもうずっと雨なんで、うん、で、東京も明日、明後日かな雨ですよ。あ、そうなんだ。雨、梅雨？まだ早いよね。梅雨じゃないですけど、もう最近なんかニュース、その台風だとか火山だとか地震だとか、
僕ね、あの今週、来週ちょっと待って、今日何曜日だ、月曜やね、そう、月曜やろ、はい、だから今週からね、ちょっと直樹さんにも、ね、お願いしたんだけどね、ゴルフを真面目に始めようと、打ちっぱに行ってから、はいはい、ゴルフ、そう、ホールにも出るまでのも、いや基本的に、球技は何やってもいけるタイプなんだ、あ、うまいっすね、万能っすね、うん、ゴルフはできないな、ね、いいだよね、リオさん、ビッグフェイスで可愛い、顔でかいですよね、やっぱね、こうやって並ぶと、ああ周りのね、顔の小さい2人がより際立つんじゃないかな、みたいな、そのために来ていただけたんですか、そうそうそう、ありがとうございます、みんなのね、顔の小ささを目立たせるために来てるから、やっぱそこも、赤で反抗してきたんですね、そうそう、膨張色で何役なん引き立て役、ね、まんまがい、はい、せっかくの美白が、いただきます、いただきます、あ、またです、アリアスモモか、はい、なに、アリアスモモか、アリアスモモ、アリアスモモかってなるでしょ、いや、それ鼻で笑われるそれ鼻で笑われるリオさん、手振ってください、じゃリオさん、じゃんけんで負けた方さ、髪切ろうや、はい、ああいいね、あ、じゃんけんで負けた方が髪を切る、うん、でもリオさん、髪切るって言ってましたよ、いや、言うなって、それ、あ、でも、メリアシー、はい、あれや、襟足に合わせた方がいい、襟足に合わせる、もう僕こんなもんしかない、もう全部もう襟足に揃えてたらもうどこが顔か分かんない、前髪もこの辺バッサリいくぞほんま行くよ、はい、ほんと行く、いや、じゃんけんで負けた方が、俺別にもう切ってもいいんだよお互い切る気満々でじゃんけんするんすだからただ嫌やねん、もう俺は何回もこの番組でも何回も言ってるけど、はいはい、あのね、リオにでリオと似てるとかさ、ちょっとなんか被るとかさ、髪型がどうのこうのとか、はい、もう嫌です嫌です、マジ本当に嬉しいか嬉しくないかで言ったら、はい、嫌です嫌、うん、はい、もうでも従業員の中では、うん、お店の中で考えたらやっぱこの二人は似てますよ、似てねえアホやでもマヨマヨとリオは似てないよってやっぱね、リスナーさんも言ってくれてますしね、初回から指名は OK です、オッケー、リオさんはブログはやってないですね、うん、ブログなんか前やってたんですけど、まあ、ちょっとね、そっちの方でいろいろトラブったんでやめました、ただインスタはやってます、はい、ちょっと荒れましたね、荒れた炎上したっす、ブログが、あ、なんか芸能人っぽい、そうそう、あ、でも元々ってそういう、なんだっけ、バンドやったの、そうなんですよ、バンドやってた時のブログがまだ残ってて、うん、でそっちの方でなんかそのホストを やってるやってないの話になった時にバーって炎上して、そこから怖くて手つけてないっていう、化石化されてますから、いや、だって思い出したな、前さ、はい、やったじゃん、若い時の写真さ、みんなで出したよ、はい、あれ戻ろうや戻ります、あれはかっこよかったと思う、でもシルバーとピンクっす、違う髪じゃなくて、髪じゃなくて顔、はい、あの時何キロだったっけ、いや、あの時58とかっすね、今の僕じゃないですか、あ、ぐらい、しんちゃんぐらい顔も小さかったよ、いや、だからあれ顔すげえかっこよかった、ほんとっすか、痩せちゃおっかな、口だけ痩せる気はあるんすよね、いや、そう言われてますけど、みんなにはあのね、痩せる気あったら多分もう痩せてると思うんだよね、ないんだいやでもね、いや俺もご飯食べるのが好きだから、あのね、すごいわかるよ、ただ今俺、すげえほら、はい、あ、ストイックですね、超ダイエットしてるから、もう炭水化物なんてもうほとんど食ってないし、はいはい、マジあれだから、カロリーコントロールしてるからさ、いやストレス半端ないもん、あー、うん、やっぱ食べたいものを食べれてない、いや、マジ米食いて、うわーっていうなってるところ、もう豆腐だけもう、最近料理が知ってると思うけど、うね、もう豆腐ばっかだから、コンビニの、あの、なんだっけ、あ、豆腐そうめんですね、豆腐そうめんの消費率が半端え、お腹いっぱいになります、いや、マジで、いや、なるよ、なるけど、はい、なるけどね、え、なんかすっきりしないな、でもなんか物足りないというか、なんか米食いてって思うよ一番最初に食うけど、もうお腹いっぱいになっちゃえばいいじゃん、はいはい、サラダだってぶっちゃけさ、腹いっぱい食ったらもうマジで、なんかまあいいや、もうそれでまあとりあえずまあいいかな、何か、そう、僕和食好きだから、その和のおかずと
米でお腹いっぱいなの気持ちいいですね。すげえ気分いい。なんかそのいい、ね、豆腐そうめんとか納得できないな。絶対言われると思ったよ、トモ食いって。誰がトモ食いやん。もう、誰が豆腐加工してそうめんにしちゃってるっすもんね。ああ、なるほど。木綿豆腐だからトモ食いってことですね。豆腐食べてたら。ほんとに。俺が、あの、豚食べてたら、ね、生姜焼きとか食べてたら、トモ食いって言われるのと一緒の感じですよね。もう肉全般。リバウンド来るよって書いてますね。お酒飲まなかったら結構痩せると思うんですけどね、うん、やっぱそこも結構あると思うんですよ。あでもね、ダイエットすると眠くならないとか、眠くならないは別に大丈夫なんですけど、僕体力なくならないはすげえわかる。 あのね、ちょっとやっぱね、体がね、あれ重いなとか、あれちょっと、はいはい、と思ってしんどいなーっていうのが続いてたんですよ。ああ、ダイエットしてるからやっぱ体力落ちたな、はいはいはい、風邪でした風でした。ただの風邪でした。そうか、それで風邪ひいたのか。いや違う、風邪、あのダイエットのせいで体調悪いんじゃなくて普通に風邪ひいたの気づかなかった。でもちゃんと栄養取れてない方もそうなってるんだと思いますよ、体調崩してると。ああ、うん、でもそう、どうなんやろね。でも多分、ね、成人男性の必要、はいはい、最低限のもちろん栄養取ってる。あ、本当ですか。だから野菜ジュースとか、そうそう、炭水化物を煮てるだけだから、はいはい、それが無理してね、そう戦ってる。じゃあストレスかもしれない。炭水化物に対するさ、あのこのストレスだったらもう痙攣起こしますよ、また僕みたいに。いや俺は起こさねえ。痙攣の話があって、あ、新一が痙攣して倒れた話。あああったっすね。気をつけてくださいよ。え、気をつけてくださいよ。うん、いや気をつけるけどさ。タニタ。タニタ。一時期流行ったですね。タニタ食堂。わあ、タニタ。まああの僕タバコ吸わないんでわかんないんですけど、でも僕にとって米を食べるなっていうのは多分タバコ吸ってる人にとってタバコやめろって言われてるのと同じぐらい辛いです。絶対無理だなって思います。だからタバコをやめるのって相当辛いんだろうなっていうのはよくわかります。どうぞ、なんかいっぱい上がったけど、ナヤさん、インフルエンザにならなかった。インフルエンザにはなってないですね。うん、あ、違う、なってない。な、今年の頭の話？頭はなった。うわ、なった、なった。今年はなった。で、最近はインフルじゃないよ。で、焦った。何焦った？焦った。新一？僕ですかね。新一、バースの話した？はいはい。告知、まあ、サツキがバースデーやって、うん、で僕が6月20日で、ね、今月28日は、うん、お店休みだけども新日誕生日。寂しいよね。見てリオが話してる時の2人の無反応でバレてた、うん、興味ないよねみたいなね。さあ、ありがとうございます。でマヨさんが何かね悪い、そう、僕手足長いんです。足すごい綺麗ですよね、マヨさん。さ、お前気持ち悪いな、言い方な。足綺麗ですね、ちょっと。いや、確かに足打ちですけど、それは女性に対しての。しんいちも足綺麗だけどね、剃ったことないって言ってたからね。それはまあ毛の、うん、毛だと。毛が生えない。毛だと僕一番自信あるんじゃないですか、うん、お店で。綺麗なね。日本の男でも。うん、絶対悪いやつ、これ。絶対悪いやつ。いや、このワニワニパニック。まあ歯がありますけど、もうこれわかるかな、2本しか出てないんですよね、うん、これもうどっちかがアウトなやつですね。これは誰が、マヤさんと、マヤさんと誰がですか。あ、これあれですよね、あのどっちか外れた方帰ろうみたいな、そういう帰りたい、帰りたい。いやいや、びっくりした、なんかそういう感じかなと思って。しんちゃん、僕もおいらんまだ考え中ですけどね。しんちもやろうよ。しんち、おいらんによって袴やるよ。袴考えたんですけど、袴はかっこいいと思う。何色の袴着る？何色かな、黄色かな。黄色。また奇抜だね。阪神タイガース。そう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 。ごめん、一個言っていいかっての話して、はい、取り込んでいい、はい、ごめん。あのね、ツイキャス最近よくやってるもんでさ、そのツイッターもさ、なんか見たい子をさ、はいはい、なんつうフォロー？あー、フォローフォローしてください。うん、通知とか最近ちょっとハマってんだ。ツイッターでね、フォローしていただけたら見れるっていう。
じゃあこれ負けた方がちょっと面白く CM どうぞのやつやろうか。はい、どうぞ。どっちからいく？うん。いきまーす。はい。滑らないよね。うわ、すげえ。じゃあ、それでは僕の振りで CM 行きたいと思います。さあ、なんと今回どんな CM が見られるんでしょうか。それでは、乞うご期待。それでは、どうぞ。確かに今回の件、私のミスで発生しました。しかし、ヘルプについて強引に会おうとまた事実。今回無事回収できた暁には、トヤ社員にあなたに土下座してお詫びしていただきたい。得意っていうのが、いや俺残り2本絶対残る。得意不得意、残り2本残る。うわ、すごい。得意不得意ってなくないですか。一瞬触ったら分かるんですってことですか。うん、怖いなこれ。ミオさんバトラー？ヒゲ生やしちゃおうかな。じゃあ、あ、僕ヒゲ生えたら谷村新司みたいになるからな。バトラーってか、なんだろうな。いやだからバトラーって格好的なもんじゃない。いやだからスーツビシッと決めて、今日のファッション。俺何ラーなんだろう。新一は何ラーなの。何ラー、このくだらないよ。何ラー何ラー、それもう読めるもん。この先俺何ラーって言われるから、もう嫌だって。もうほら出たわ。マヨラー絶対言われる。うまいね。早い早い。バトラーからの最後マヨ。バトラーではないんじゃない。俺絶対死んでもヒゲ生やさんかんね。うん、ヒゲ嫌い。僕ヒゲ欲しいな。でも谷村リオって似てるからな。なんかもうほらチラチラしてるんだったらちょっとおいで。ほらもう出たいんでしょ。出たいんやろ。お前出たいですって言ってごらん。言ってごらん。ほらほらほら言ってみ。出たいです。やめてやめてやめて。どうもでもさっきちょっと名前上がってたで。おはようございます。どうもおはようございます。誰誰誰。ランマルです。何部長何部長。宣伝部長です。今日は何。最近宣伝部長というよりもパン君の方が強いですからね。パン君であったよ。パン君あったよ結構最初の方。なんか前直子さんが聞いたんですけど、うん、なんかゲストで今まで誰来てほしいみたいな、うん、アンケートしたらしくて、あ前回ランマル、ランマルゼロパーみたいな。はぁみたいな。多分ランマルって名前が浸透してないんじゃない。逆に1位がなわけないでしょと思ったんですよ、ね、1位がスナイパーさんね。それはわかりますよ。スナイパーさん2位がゼロパーはねえと思ったけどな。マヨさん、マヨさん3位が俺 3位ぐらいに来ると思ったんだけどな。でも待ってました。おパン君カンペイって書いてある。カンペイさん、カンペイいっぱい名前あるな。先週押したのにゼロの人だろ。バカ野郎バカ野郎。どんな代名詞やで。ゼロの人ゼロパー、そんな代名詞なの。パン君よく捕まってるねって。あれじゃん、インスタのやつか。インスタ、あーはいはいはい、そうさんね。俺もパン君、パン君だけど、この前もういつもパン君ですね。パン君タグ付け、パン君だらけですね。おパン君で自分ももうタグ付け、タグもパン君さ、自分でも、それさ、検索したらさ、他も出てくる、パン君って。あ、調べたんですよ。本当の猿しか出ないです。本当そこにランマルポツンっているっす。チンパンジーかランマルか。チンパンジーしかいないのに、ああランマルポツンって人間一人いるっす。友達作ろうよ。めっちゃもらいやそれ。いっぱいいるっすわ。なんか怪我治った。怪我何のことですかね。怪我した。いや、本物のパン君が怪我してる。ああ分かんないけど。そっち多分そっちじゃない。だから怪我治ったって言われる。ランマル、あ、そうか、インスタの ID は
てないんだな。そうだ、ね、じゃあ今日終わってこの4人撮ってインスタの今日か、4人それぞれが、うん、確かにいいですね、インスタ。僕もちょっと最近上げてなかったな。上げようじゃあ今日上げましょう。多分インスタはあれっすよ、継続っすね。結構新一さんサボってるじゃないですか、インスタ。サボってる、ダメっすよあれマジで。はい、ダメっすよ。はい、リュウさんに関してはもうやめたっすか、もしかして。やめてないよ。やめてないっす。やめたっすよ俺絶対。やめてないよ。フォロワーからちょっと位置見ないっすもん。位置減ってる、リュウさんは。あ、そう。いや位置減ってるのは俺じゃないわ。何が、あのインスタの更新率っすね。リュウさんもう やめてんのかな。やめて。俺これ聞きたいわ、宣伝部長の仕事って何？ああ、今日宣伝してなくない？いい質問、そこの君。そこの君いい質問。違う違う、出てない。何しに来たかはっきりさせよう。いやまあ今回はまあ普通に自分が出なくて出ました。はい。宣伝部長と関係ありません。誰かに呼ばれたの？いやまあ普通に、まあそうそう、そうそう、やっぱ最後の方はやっぱランマルをちょっと出なきゃダメかな。最後なの、それも。いや、最後は。いや、たまって、ちょろって。でも、ランマルずっと出てたら、多分重いから、しんどいから。いや、それは分かる。自分でも分かるっすね。多分、ランマルみたいなやつがいたら、多分、しんどいな、みたいな。自分でも分かってるから、最後の方がちょっと別に出てもええんちゃうかな、みたいな。来ちゃった。来ちゃったっすね。もう体勝手に。ランマル手振ってとかあるよ。なんも思んないな。あ、パン君みたいな。パン君っぽく振ったの。あんま思んないから、やめてね。私が呼んだって感じ。ランマルまだやめてなんだよ、いいね。ランマルまだやめてないんだねって、あのね、結構ランマルまだいたのみたいに言われるけど、いるよずっとグランドオープンから。でも気にされてんだよね、ちょいちょいね。ランマル一番やめそうって言われたけど、なんだかんだいるから。なんだかんだ首リーチかかってる。リーチ。あ、シャンパンポールちょっと聞きたいな。ああ、そうだ、せっかくだからシャンパンポールやれば。そう、さっきその話してたんだよね。あ、ここ揃ってるからか。やってよ、ですよ、うん、やってよ。シャンパンコール、いや、シャンパンコールでも意外と恥ずかしいですからね、そのシャンパンコールじゃないときするのが。さ、恥ずかしいとかは関係ないじゃん、みんなからしたら。ちょっとあれ、ね、音はね、あれオリジナルだから出せないけど。あ、そうなんや。カラオケできない。カラオケ、あ、ルパンは、ルパンはあれ、あのカラオケだと長いから。ダメとか、ね、ダメです、ダメです。やって、で、リオが口で音楽やりながら。あー、なるほど。で、メイン僕っすか、メイン。だって、じゃあ口音楽やんの、もうできないじゃん。できるっす、できるっす。いや、リオの方が多分音で取れるから。で、姫型でやってあ、じゃあちょっと本当はシャンパンコールって安売りしたくないんだけど、じゃあ今日は特別だよ、みんな。じゃあ俺もちょっと、あいの声だけは入れるよ。あ、なるほどね。僕、完全に BGM。 そうそう、BGM やりながら手とか完全に BGM。いやあ、あれだといらないけど。一人でやるんすか、一人で成立するんすか、シャンパンコール。で、するするんすか。新一が横で、じゃあサブやる。はい、サブ、サブお願いしていいですか。じゃあこれシャンパンで。これシャンパン、そこまでガッツリじゃなくていいじゃん。でもさ、触りだけでいいよ、スタンダーに。簡単にでいい。それに自分番号が悪いけど。聞いてなかった、何ですか。サブ。サブだって、サブマイクだって。サブ軽くやったことないじゃん。出てたよ。俺完全な BGM。BGM。ルイ BGM。あ、ルイじゃ間違えた。リオ。ルイ。BGM だよ。BGM、はい。じゃあいいですか。じゃアカペラでいいですかね。簡単で。アカペラでいい。簡単でいいから。いきます。せーの。はい。てってれてーって。従業員ナンバーテーブル集合。よいしょ。てってれてー。さあこちら。はい。決めた。はいよ。誰でも用意したテーブルに。はいよ。オールシャインパンいただきました。ザルダジン始めるぜ。いやいや、それではそんなそんなせきなおめら返せ。いいぞ、行ってみましょう。せーの、いっすかよ。いいでしょう。続きは、うん、ちょろっとだけって言って誰も止めるしないから最後まで行くっすよ、これ。ずっとしか言ってないから一番楽さ。サビはサビ。あの一番歌できるって一生同じ曲エンドレスですよ。いやでもずっと鳴ってるで。あれいいね。いや俺今これインスタに動画載せるめっちゃいいのさ。永遠にもう俺本当に一番最初から始まるかと思ったらそっからだった。
ずっと。もっと本当はもっといいですからね。それもお前ビジュアルあんまやる気なかったな。なんか勘違いされですよ。あんまやるとジャンパンコールなんだみたいな。まんま行くと耳キーになるわって言われる。小さめにね。いやでもあのお店ではもっとあのちゃんとかっこよく盛り上げますよ。本当はもっとちゃんとしてますから。今のは正面もバチッと。なんだろう。今はもうあの本当におまけみたいな、試供品簡単に試供品です。しっかりね、ちゃんとお店では値段相当のシャンパンコールをやらせていただきますんで、はい、ぜひとも聞きに来ていただきたいなと思っておりますね。ジャパネットコールが聞けるかもしれないんでね、あわよく。ジャパネットコールちょっとおまけどうすか。いや、いらないよ。また耳気になるわって言われる。守っちゃうから。さっき一回やったからな。あ、やったんすか。そうそうそう、うるさいわ、言われる。耳痛いわ。いただきます。いただきます。乾杯。遅れて乾杯。これ誰のグラス？わかんないです。これ俺の、俺のやって。なんていうの、音立てたって言うの。もう絶対飲めないです、そのグラス。あ、でもマヨ先輩の無茶振り、結構僕無茶振り好きなんですけどね。いやだから、されて、されてなんか、それになんかそれやってやろうみたいな。確かに好きなんですけど、結構でも無茶振りの期待超えれてないですね。確かに俺はね、無茶振り多いよ。もうこれもう昔からも、ちっちゃい時からね、もう冷静に考えればみんなには無茶振りばっか振り続けてきた。やっぱ真矢さんが一番多い、無茶振りされるの。いや、最近新さんも多いっすよ。なんだかんだ、なんだ新一もあるな。ここでこれ振るんだよな。そんなもんだね。新一の無茶振りは、なんか自爆テロみたいな。いや、そうですよ。最近、新さんの無茶振りには僕、震えるし、やけどするんで。自爆テロみたいな感じ。今までずっと、振り逃げしてたんですよ。はいはいはい。で、任せて。それがもう、新一みたいな。もうやり返せるようになってから、ちょっとやんなくなったけど。なるほど。りょうさん、誕生日いつっていう。僕ですか。僕、遅いんで、12月11日ですね。はい、リアルバースデーが12月11日なんで。まだまだね、あるんで、大丈夫ですよ。うん、安心。パン君は。パン君、惚れたって書いてある。うわ。パン君、上はいくつまで OK？ 104歳です。いやいや、かまとおばあちゃん、かまとおばあちゃんぐらい。あ、もう30秒前ですね。時は早いですね。宣伝だけして。今日は趣味なんで。ほら、宣伝して。あともうちょっとしかない。まあこういうの真面目な話ちょっと苦手なんでお願いします。まあいいや、宣伝部長やらんかい。宣伝を、まあ、残り10秒残ってるから変えよう。もう宣伝部長じゃん、もう必要ないわ。宣伝部長いらないな。もうなしね、じゃあ。いやね、いやお店も忙しくなりますよ、まあ、すぐに。これ見て楽しいと思ったでしょ、その男の子。男の子、よし、今日この輪に入る。終わるんかい。今日も終わるんかい。終わるんかい。来週は一応どんどん出ます。またね。そぬいてビクビクしてては掴めないような方を把握いしばって胸を張って、茨の道行け侍よ。強くなれ強くあれ、自分に負けない心持て、女子供やしないこの国を背負う侍たちよ。強くなれ強くあれ、自分を生かした道を持て、夢や希望を忘れた若者を奮い立たせ侍よ。この番組はロランのスポンサーの提供でお送りしました。